こがボルテクス界か。どこか程度に似た雰囲気を感じるが、あの老人、厄介な依頼を持ってきたものだな。さてライド、どうする？ここで人知らに接触を試みるか、それとも。そうだな、ウグの言う通り、少し泳がせてみるとするか。その力を見極めさせてもらうぞ。違っても殺すなよ。どうしよ来すぎではないか。ひとしらめなかなかやる。Thank you.
ライドウが認めるその力、やはりなかなかのものだが、人にあらず、悪魔にあらず、故に人知らぬか。なるほどな。今戦ったこの男の名はライドウ、そして我はゴート。ま、しがない探偵だ。ある老紳士の依頼で貴様の様子を探りに来たのだが、ライドウ、ウヌの言う通りになったな。老人の思惑が気になる。少し調べてみる必要がありそうだ。ことと次第によってはもう一度ライドウと手合わせするかもしれぬぞ。それまではその命大事にしておくのだな。ライドウ、これは一筋縄ではいかなそうだな。気を引き締めて調査するとしよう。ここで仲間に張り込みをさせていて正解だったな、ライドウ。さて、ひとしらよ。ライドウが調べたところでは、あの老人、魔人同士の殺し合いを目論んでいるようだな。ウヌも薄々感じているのだろう。その言いなりになるほど間抜けとも思えぬが、それはま、ひとえにウヌ次第であろう。だが、我らと老人の思惑は別々にあることだけは伝えておくぞ。それはさておき、ライドウも仕事でここに来ているのでな。このままウヌを放っておくわけにもいかぬのだ。さ、どうする？素直にここから立ち去るか、我らに今一度その力を試させるか。やはりその体から発する人ならざる力を抑えきれぬか。いや、だがそれでこその人修羅か。なあ、14代目。ウヌの体が魔人の血に染まりきるか、それとも我らの認めし力となりうるか。
この先に足を踏み入れた瞬間ダメさせてもらうとしよう。ライドウと相まみえるつもりがあるなら来るがいい。ライドウは探偵だということを忘れたか。追いかけるのも仕事のうちでね。さ、追い詰めたぞ。ライド、今度は抜かるなよ。逃げるんだぞ。うぬらしくもないだろう。うむの力を見せてみろ。先ほどより成長している。やるな、人知ら。気を抜くとまずいぞ。あの技を出し惜しみしている場合ではない。行け、ライド、そう。
人知らよ。その力確かに見極めさせてもらった。やはりライドウの目に狂いはなかった。ウヌは妙な期待を抱かせる何かを秘めている。よし、少し手助けをしてやろう。ライドウ、あの証拠品を渡してやるのはどうだ。道中で手に入れたのだが、我らには必要ない。ウヌにくれてやる。その力をもってすれば、あの老人の思惑をも超え、自らの足で切り開けるかどうか。人知ら、次に会う機会を楽しみにしているぞ。遅かったな。まあ、たどり着いただけの力はあると認めてやろう。やはりクズの葉一族に肩を並べるだけの力があると見える。だがしかし、この先はより危険な旅路となるぞ。ウヌも気づいているだろう。あの老人に連なる者たちと、光をまといし者たちとの対立、これは想像以上に厄介だ。我らもこの由々しき事態を見守ってなどいられぬ。どうだ、人知ら、ここに有能な探偵、いやデビル・サマナーが一人いるのだが、この先の道中きっとウヌの役に立つはず。我らの仲間にならぬか。そう来なくては。それでこそ我らがボルテックス界にまでやってきた甲斐があるというもの。仲間になった証としてウヌに何か報酬をと思うのだが、ありきたりに与えてもつまらぬか。この麻雀牌で決めよう。ルールだが、なんだライド。いやいや、そりゃ大丈夫か。まあ、わかった。今からこの二つを裏返しにして出す。ウヌがマンズの9を引けば1円。ああ、マッカだったな。1マッカやろう。もしウヌがマンズの1を引いたら、10万マッカをやる。さあ、どっちにかける？図の一致だ。くそ、失敗がかさんでしまった。ナルミになんとどやされるか。さて、これで契約は完了したわけだが、ライド、依頼主の名を知っておきたいよな。よし、人知ら、いや、このライドウと共に力を合わせ、事件の真相解明といこう。悪魔と神の争い、どんな厄介ごとに巻き込まれたようだが、帝都の将来のため、我らが八咫烏の力、解くと見せてやるぞ。